魚津市議会の越川貴美です。今日は2016年の3月5日です。土曜日ですね。ちょっとスタートが遅れたんですが、夕方の街頭演説を行います。今もうちょっとで6時ですね。だいぶこの夕暮れもですね、少しずつですけども遅くなってくれてるかなというふうに思います。今日は比較的暖かい一日で、ありました。この街頭演説、今日はダブルヘッダーで、先ほどは新川文化ホールの前で行いました。今はアップルヒルの前に来ております。話す内容はですね、今回の魚津市議会でどのような質問をするか。まず第一は、国、県、市のパイプと言いますけども、この連携をですね、いかにうまく取っていくかということについてですね、市長にお伺いします。今回市長さん最後の議会になられるわけですが、今までの経験からですね、次の後輩にバトンタッチする、その時の一つの知恵としてですね、どうあるべきなのかということを語っていただきたいなというふうに思います。それともう一つは、7月に行われます参議院議員選挙、参政権の年齢が引き下げられますね。18歳になります。その時に慌ててですね、どのようにして選ぶのかということを言っていても、これは遅いわけでありまして、今からどのようなその政治に対する啓蒙といいますかね、そういったことを選挙管理委員会でやっていくのかということを質問します。そして3番目はですね、保健介護医療の連携施設建設についてであります。この建設、運ぶのはいいんですけども、中身がどうなっているかということが今一歩明らかになってない点があります。そしてそのロケーションもですね、富山労災病院の横にあることのメリットがどんなものなのかということ、これについてしっかりと説明をしていただきたいというふうに思います。以上3点について今回の魚津市議会で質問をしてまいります。